8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、UR のニッタちゃん、新しく実装されたニッタちゃんがね、スカウトの方でね、ゲットさせていただきまして、で、覚醒まで済まして、で、ちょっと試運転という形でね、ちょっと使っていこうかなというふうに思います。はい、で、育成具合なんですが、とりあえずね、スキルは、取るもん取ったんですけど、こういうね、星さんのスキルとかは、何も取ってないです。で、リンクに至ってもね、このスキルタイプ、実質レベル3、止まりまでしか強化していないっていうところと、ほんと適当ですね。っていうのはね、この、ニッタちゃんね、スタメンでね、使う、予定が何もないので、強化したしてもね、素材がもったいないなっていうところで、適当でいいでしょうっていうところで、こんな感じにしております。で、使って、一応スタメンで使うんですが、ニッタちゃん自身、流し打ちをね、もう一回確認しましょうか。ニッタちゃん自身ね、新たな力の芽生えを、試合開始からね、習得して、で、流し打ちを使った選手、が、新たな力の芽生えが消えると同時に、比較的な成長を、のスキルを習得しますよって感じ。で、これね、ニッタちゃんが使うんであれば、ニッタちゃんが使うことによって、スキルが入れ替わるって感じですね。昨日も話したんですけど、ニッタちゃん自身が使うんであれば、スキルが入れ替わるって感じ。上位互換になるよって感じですね。で、他の流し打ち使用した選手も対象なので、で、その流し打ち、他の選手が使うと、確かにその飛躍的な成長のが、その流し打ち使った選手に習得されるんですが、その代わりにニッタちゃんの新たな力の芽生えがただ単になくなるっていうだけになっていって、で、どんどんね、その弱体化してしまうっていうところ。でね、その昨日ハチテレの方で、実機プレイがありましたんで、大体わかるとは思うんですが、今日はね、そのダメなパターンっていうか、それをお見せしましょうっていう感じ。特にね、この嫁様、2周目の嫁様と、新しいね、そのニッタちゃんを、使うと、非常に相性が悪いんですよね、スタメンで使うとね。こういう風にね、ベンチに、こうやって使うんであればいいんですけど、全然いいんですけど、こうやってね、試合に出させると、一緒にこの二人が揃うと、非常に噛み合わないっていうところ。これをやっちゃまずいよっていうところをね、見ていきましょう。で、あと嫁が強化される様。それもね、見ていこうかなっていうところです。姉妹校さんでいいかなっていうところで、誰でもいいんですが、ダード、ハイドン。はい、じゃあ真ん中の方。んで、どうでしょう、先行ぐらいにしておいて、で、発動する。どうでしょう、戦力、SS プラス4、SS、もうちょっと強い方。もうちょっと強い方。はい。じゃあ、こちらの方はどうかな？EX プラス5。いいでしょう。はい。じゃあ、もうちょっと、条件、そうだ、戻っちゃった。いた。で、先行で、で、発動するで、で、7回以降にしましょうか。で、全国タグちょっとつけますか。ちょっと不十分なんで、絶好調と、打撃アップでもいいんですが、守備アップぐらいにしておきましょう。こんぐらいでいいかな。で、あと攻撃もちょっと、強化しておきましょうか。こんな感じでいいかな。はい。んで、全力応援は最初は、使わないスタイル。で、アニメーションはオンにしておきます。んで、いいかな。そんな感じかな。それでいいでしょう。はい。ではね、行きましょう。EX プラス9。EX プラス9だと結構きついかもな。いいや。負けたら負けたでしょうがない。はい、でね、とりあえずね、青ちゃん入れてます。青ちゃんは、その、初回の、CH 発動時は、オペレーションコストが15回復するので、で、さらにね、その、ニッタちゃんと掛け合わせれば、さらにね、
まあ、プラス5回復なのでオペレーションコストが、5回復するっていうところ、うん、であとは、まあ七瀬ちゃんと嫁様とかでここオペレーションコスト回復コンビが、ついてるので、まあ、そこら辺もね、見ていこうかなっていう感じです。はい、ではね、行きましょうか。まあ先行にしたはず、まあいいや、はい、確か先行のはず。さあ、ではね、まあこちらの攻撃なので、おお、そうだ、発動するんだった。あ、ニタちゃんの CH、 あ、かっこいい。うん、あのゾーンに入ったあの時の顔がね、最近ね、あのちゃんと、凛々しいっていうかかっこいい感じになってますよね。うん、高梨ちゃんみたいにね、なんか笑った感じだとちょっと拍子抜けしちゃうんですけど。うん、いいですよね。はい、ではね、強振、使っていきます。はい、七瀬ちゃんでこれで最初回オペレーションコストが30回復して、でプラス15回復します。んで、僕はねここで、全力応援を、使います。うん、さあ、ちょっとね、アニメーションタイム。はい、もう、ああ、まだ、あと、ともっちまいた。で、こっちゃん。はい、で、終わって、で、まあ、オペレーションコストね、10消費しちゃうんですが、嫁様の流し打ちを、使います。で、そうすると、まあ、ニッタちゃん。ニッタちゃんの方の新たな力の芽生え、まあ、5つあるんですけど、まあ、これが1個、なくなる代わりに、嫁様にね、スキルが習得されますよっていう感じで。では行きましょう、流し打ち。さあ、オペレーションコスト20から、30になるはず。さあ、ニッタちゃんも発動していきます。お、ツーランホームラン。ビッグライシノノメさん。はい、30になりました。で、まあ、嫁様の、スキルに、はい、ありました。飛躍的な成長が、追加されましたよっていう感じ。で、あと、アオちゃんもね、初回だけ使いたいので、アオちゃんも習得されるはず。で、ニタちゃんは、5個から4つに、スキルが減りましたよっていうところ。では、青ちゃん行きましょう。青ちゃんの流し打ち。さあ、さらにニタちゃんもおまけでついてくる。はい。で、そうすると、オペレーションコストが5回復しますね。素晴らしい。はい。で、まあ、青ちゃんはね、この初回だけなんですけども、初回使用のみの、回復になるんですが、嫁様に関しては、もう4回までの間であれあって、で、まあ、あと、まあ、4つで、あと3回、オペレーションコストが10回復するっていうところ。うん。はい、まあ、いいでしょう。はい。で、まあ、この辺はもう適当で、戦術使って強振使いいので、行きましょう。はい。で、ニッタちゃんの一応流し打ち使えば、一応ね、追加されるんですけど、今日はもう嫁様接待なので、いいでしょう。はい。で、でもね、意外と24000、まあ、スキル変なのついてて、24000も上がってればね、まあ結構強いんじゃないかなっていうふうに思いますけども、ちゃんと強化すればね。はい。で、ヒットで、アウト。で、この辺はまあいいんですが、で、おお、なんか撃たれる。なんかすげえ撃たれる。そう、あかねちゃん今回連れてないからね、回復できないけどね。はい、では、七瀬ちゃんの強振。2回目の強振で、オペレーションコストがプラス5回復します。さあ、勝ち越し、ソロホームランですね。素晴らしい。では、嫁様の流し打ち。で、これで、2つ目の習得になりますね。うん。で、ニッタちゃんも発動していくというような感じ。で、あと2回ね、流し打ち使いたいですね。で、青ちゃんはもうそのまんまでいいでしょう。はい。んで、ここも、一応ミート重視。そうすると長戸ちゃんがね、オペレーションコストじゃない、ミート重視10で使えるんで。はい、では、なんか、あんまり三振取れないな、取ってもらいたいんですかね。はい。で、奈良ちゃんも発動して、で、で、オペレーションコストがね、もう65万だよな。素晴らしい。で、長戸ちゃんで、ホーミングモードの習得に入ります。で、あと、スキルは、うん、そうですね、あと2回ですね。で、ニッタちゃんはそのまんま。うん、で、ヒットで、で、近藤ちゃんも使おうか。うん。近藤ちゃんも、バフ入れておきます。てか、何気に、おスリーランショット。何気に同点にされてたんだよな。まあ、当然だよね、相手強化してたから。で、七瀬ちゃんはもうオペレーションコスト回復しないので、使ってもいいんですが、まあ、使っちゃおうか。まあ、次の、回ね、守備力強化されるんで、いいでしょう。補給率がアップする。おお、またソロホームラン。で、嫁の流し打ちですね。で、これで、まあ、スキル自体は3つ目の習得になるのかな。うん。で、あと1回流し打ち使えばね、うん、いいはず。
なんだよ、うん、でおソロホームラン、んじゃあここはね、んじゃあホーミングモード、ホーミングモードを使いの、ここら辺は三振をなかなか取ってくれない。おお三振取れた、お三振2回も取れた、2回はでかいね。んじゃあ長戸さんでホーミングモード、上限回数リセット C ので、やっぱり新田ちゃんはねどんどん弱体化しちゃいますね、ほんとね、新田ちゃん自身が使わないと、うん、で、まあまあ強振もいいでしょう、はい、でアウトアウトで、んでおーホームラン打たれるね、なんかね、うん、まあ強化したから当然。では、まあここも、まあ七瀬ちゃんの強振で、味方補給率をアップしのをツーベース、すごいよね。で、嫁様も、流し打ち一応ね5を回復しますね、もう5イニングになってるんですが、まあ、あとねもう一個だけ習得できるんで、はい、で嫁の流し打ち使って、で新田ちゃんでこれで、もう完全に、もう、新田ちゃんのスキルが全部剥がれた状態になるのかな、うん、はい全部剥がれちゃいましたなのでもうこれしかないんですよね、うん、この通り、まあ、弱体化してしまうよっていうところ、うん、まあ、スタメンでその新田ちゃんを使うんであれば、まあ、新田ちゃん自身が使わないと、まあ、こういう感じでただただ弱体化してしまうっていうところ、うん、まあね、代わりがいればね、まあ、交代させるっていうのもありですけどね、はい、では、青ちゃんの流し打ちを使って、今絶好調なのでスキル習得します、うん、はい、ホームランツーランナイス。んで、まあ、この辺もまあいいんですが、まあ、一応、うん、ホーミングモード、そろそろコールド、まあ、7回なんでね、うん、んであとねもう、流し打ち使って多分ね、はい、流し打ちもう使っても多分ね新田ちゃん発動しないと思うんで、まあ、その辺もね、まあ、見てみようかなっていうところですね。最後んでアウトで三振んで、まあ、この辺はまあいいんですよ。で、まあ、七瀬ちゃんの強振で、補給率もアップして、で嫁様ね多分ねもう発動しても新田ちゃん発動しないはず、うん、流し打ち使いのホームラン、うん、そうですね発動しませんね。だもんで、嫁様のその飛躍的な成長は、4つ止まりっていうところ、うん、4つになった、3つ、そうだね4つだね、4つ止まりだよね、うん、んでホームランで、で、まあ、一応、まあ、流し打ちこの辺も使っても他のキャラが使っても、スキルの習得はないですね、うん、なので実質5回までですね、うん、上限回数がで5回までの間であれば、まあ、スキルを、5つ、まあ、好きなキャラに流し打ちを、使うんであれば好きなキャラに、つけることができますよっていう感じですね、うん、はい、まあもういいでしょう、はい、さ、うん、はい、まあそうですね、まあ本当ね、まあ嫁様の流し打ちであったりだとか、まあ流し打ちを使うキャラ、と一緒に、まあ新田ちゃんをその試合に出させると、まあちょっと相性が悪いっていうところを、見せられたんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、まあ新田ちゃんはね、まあ僕はね今日ね、まあスタメンで使いましたけど、まあベンチ要員として十分ね、オペレーションコスト回復要員としてすごく役立つので、まあその辺ね、まあまあ新田ちゃんは、まあベンチ要員として、仕事をしてもらおうかなというふうに思います。まあもちろんね、まあ新田ちゃんスタメンで使いたいよっていう方は、まあね、新田ちゃん自身を流し打ちね、積極的に使うっていうやり方がね、まあ新田ちゃん自身ね、弱体化せずに済みますんで、まあそれがね、一番いいかなっていうふうに思います。はい。ということで、今日こんな感じで締めたいと思います。バイバイ。